はい、どうも、セリフト東京スタッフのトールです。ということで今回なんですけども、このセリフト下北沢南口店という店舗で今めちゃくちゃ売れているパンツがございまして、でそれが確かにこれは可愛いし、僕も何度か動画で使ったことがある人気なアイテムなので、今回それを使ったね着回し紹介をやっていきたいなって思っています。はい、で皆さんね、これ久しぶりじゃないですか。僕のこのいつもが画角下北沢南口店で動画撮るの久しぶりなんですよ。あ、嘘だ、下北沢南口店で動画撮ってたんですけど、このねずっと自粛期間で営業してなかったんで事務室になってたんですよ。だからねこうやって久しぶりに服に囲まれて動画が撮れるんで、このね画角絶対もう久しぶりなんですよ。もう20本ぶりぐらい、動画20本ぶりぐらいの久しぶりな画角なんで、僕的にね今すごいテンションが上がっております。嬉しい。はい、ということでね、今回使うアイテムなんですけれど、スラックスでございまして、で特に人気な色、まあ、スラックスってそもそもやっぱねこう生地感が薄かったりするわけなんで、夏からねかなり使いやすいアイテムなんですよ。だからもともと人気ではあるんですけれど、特にめちゃくちゃ売れてる色っていうのがこうね、僕も何度も紹介しているんですけれど、このベージュのスラックスになっております。ベージュっていうか、これは結構マスタード寄りなんだけど、濃いめのベージュって感じかな。はい、でこのパンツを使ったコーディネートを今回ね紹介していきたいなって思っていまして、はい、まあ、夏スタイルですね今回お届けできたらなって思っています。はい、このラックをこうやって動かすのだけでもね、もうめっちゃ懐かしくて嬉しい。これめっちゃだるい作業なんだけど、これすらも俺久しぶりだから嬉しいんだわ。このね比率が大事なんですよ、比率。この画角をね ここの隅にね、このラックが綺麗にないと俺落ち着かなくて、でここに立つんでいつも毎回。そう、それがねもうこの比率が本当に大事なんですよ。印とかないんだけど、僕はもうなんかもう置き慣れてるから、ここに置けば大体この比率が綺麗になるっていうのがもう大体わかるんですよ。それがもう俺すごいなっていう。そう、前回の動画ではここ来てね動画撮ったんですけど、三脚忘れちゃったんで、こうやってねいつもの場所で撮れなかったんですよ。2ヶ月ぶりぐらいだと思います。2ヶ月ぶりぐらいにここで撮れる。今日は多分ねテンション上がっていっぱい喋っちゃうと思います。はい、まずワンコーディネート目に着替えてきました。まずディッキーズのワークシャツになっています。ベースの色が緑で、ワッペンがめちゃくちゃ可愛いので、これねいいなって思って着てみました。で緑と茶色の相性っていうのはすごくいいので、夏もね特におすすめな配色になっています。はい、でワークシャツ自体もすごく人気なアイテムで、どっちかというとカジュアルっぽい服装に合わせるのが主流なんですけれど、今回はねスラックスっていう切れ目なパンツで合わせてみました。だからこうラフすぎずにこうミックススタイルで着れてると思います。例えばこれにデニムとかだと、めっちゃあの人アメリカンだなとかワーカースタイルだなって思われるんですよね。それを求めてる人だったらいいんですけど、これをねこう小綺麗に着たいなっていう方はこうベージュのスラックスで革靴でこう締めるとかっていうね、バランスを取ってあげるとすごくいいと思います。どうでしょうかね。要はねラフすぎずに、なんかこうちょっと綺麗な要素、なんかこううわあの人めっちゃ古着じゃんみたいな感じで思われたくない人は、こういうスタイルでミックスしたらいいっていう話です。はい、次のシャツ着替えてきました。はい、黒ベースのレーヨンシャツになっています。レーヨンっていうのは生地の中でもかなり薄手で、夏かなり着やすい生地感になっています。おすすめな生地感はまずこちらです。夏とか使いやすいと思いますので、この辺はチェックしておいてください。でこれねプリントが見ての通りトラちゃんです、これ。うん、アニマル柄っていうのは毎年ね人気なアイテムでございますので、シャツに限らず T シャツとかスウェットとかねパーカーとかアニマル系の柄っていうのは、まあ柄とかに限らずプリントとかは人気なので、着ておくと、お、今っぽいなっていう感じになると思います。要は受けがいいと思いますので、そこら辺はねチェックしておくといいと思います。でこれね何を隠そう、実はブランドがゲスなんですよ。これゲス 90s の90年代頃のゲスになっています。はい、これが意外なとこなんですよ。あのストリートっぽい感じの、まあ今っぽいねブランドのゲスがこういうねレーヨンでちょっとやんちゃなシャツ出してるっていう、このギャップ、この雰囲気、これがねいいんすよ。これを皆さん狙ってほしいなっていうね、このブランドがこういうデザイン出してるんだっていう、すげえなこれ意外だわってなるのが古着の醍醐味っていうか、古着屋だからこそなんか見つけれたみたいな、そういう感動だと思いますので、その辺もねだから視野に入れて探してみると面白いと思います。このブランドがこれ出すんかよみたいな、それが面白いんですよ古着って。ポロシャツが可愛すぎる。はい、前回ねポロシャツの動画着回し動画出しました。よかったらそちらもね見てくれてますよね。それもねぜひチェックしてください、見てない方はね。はい、ポロシャツね今年の夏かなりおすすめなアイテムになっています。ポロシャツ自体もすごいね店頭でも売れてますし、オンラインでもかなり人気なアイテムになっています。で古着でも新品でもポロシャツっていうのは、まあ、人気の廃れないアイテムですし、何よりも夏っていうのはT シャツ、半袖シャツ、そしてポロシャツ、この3カテゴリーしか基本ね着れるものがないんですよ。トップス、他はもうタンクトップとかノースリーブとか、あとはね長袖ものになってしまうんですよね。だからこのね3枠のうちの T シャツと半袖シャツしか着れませんって言ったら、あなたの持ってる服のカテゴリー夏バージョンはもうこの2択しかないっていうわけになるんですよ。
だから少しでもね幅を広げるためにポロシャツ着ない方は取り入れてみてください。絶対可愛いし似合う方多いのでおすすめです。はい、シンプルでスマートな雰囲気で、でも綺麗めな要素もあるんだけれどラフな感じもしてますよね。なんか決めすぎてないっていうか、そう、それはねこのシルエットとかもなんかね関わっているとは思うんですけど、ポロシャツ自体が襟がついてる T シャツみたいな雰囲気なので綺麗めもラフな雰囲気も兼ね備えているんですよね。まあ、バランスの取れた着やすい服になっているわけです。同系色黄色ベージュってこの組み合わせ、色をシンクロさせるっていうのも服装にね統一感を出す技の一つなので押さえておいてください。はい、次のコーディネートに着替えてきました。緑のプリント T シャツをタックインしてスラックスで合わせています。こうベージュのスラックスの色合わせの能力すごく高いと思いませんか皆さん。暗い色から明るい色までね色合わせがしやすいっていうところで、だから人気なアイテムになっています。そう、色の組み合わせがしやすい、要は持っておければいろんなトップスを今後も変えるし、そもそも持ってる服も合わせれるっていうことで、スラックスタイプを選べば夏でもかなり快適に過ごせますので、その辺もねおすすめです。履き心地がまずすごくいいので。はい、次のコーディネートに着替えてきました。すいません、タックインばっかしちゃうんですけれど、今回は、ね、総柄のシャツにタックインしてスラックスで合わせているわけなんですけれど、このシャツのポイントはこの襟がなんかねコーデュロイっぽい生地感の切り替えになっていて、こういうね古着ならではな一点物感あるシャツを着てるとね、おあの人ちょっと古着好きそうみたいな、ファッション好きそうみたいな雰囲気が一発で出せます。なんか他の人よりも差別化できるっていうか、まあ目につくコーディネートになってくるわけですよ。要は少し派手にはなるんですけれど、その分ね個性を出せると思いましたので、今回ねこの中級者編ということでコーディネート着てみました。まあこの同系色でまず合わせるっていうこと自体になんか抵抗ある方も多いと思いますし、ワラシャツとかも一歩引いちゃうと思うんですけれど、意外と着てみると派手じゃないんで、で大体は最初は暗めな色とかで取り入れてあげたらいいと思います。ガラシャツ自体にもこうやってシンプルなガラシャツだったり、総柄で派手派手な柄だったりね、いろんなパターンがあるので、まああなたが最初に着やすい柄とかを選んであげたら最初ね挑戦しやすいと思いますので、まあおとなしい柄とかをね、選んであげてもいいと思います。おすすめです、すごい。はい、ラストのコーディネートに着替えてきました。キューバシャツとプリント T シャツのこのレイヤードスタイルでベージュのスラックスを合わせてみました。まあ上級者って言ってもまあ別に難しいこと何もしてなくて、白 T に黒のシャツ合わせただけなんで、そんなねすごいコアなファッションっていうわけじゃないんですけれど、なんか俺好みでなんかこのスタイルまとまってていいなっていう、あとキューバシャツそもそもが好きなんで、はい、こういう感じでキューバシャツって言って、肩から裾にかけてラインの柄が入っていて4つポケットがあるのが特徴的なシャツなんですけれど、まずねこの収納できるのがまず便利、すごく便利です。ここにね皆さん携帯とかポケット Wi-Fi とか入れられますわ。この T シャツもなんか古着屋さんで買ったんだろうなみたいな雰囲気が出てる、ちょっとユーモアなね、サマーイズワイルドって書いてあるのかな、ふざけた感じとかも俺は好きでこういうイメージで着てみました。 T シャツだけタックインするとこういう雰囲気で、まあ出しても出さなくてもどっちでもいいと思います。まあラフな雰囲気ですよね、こうやってねこうカジュアルな、これもね革靴とかじゃなくて、なんならちょっとおしゃれなねサンダルとか履いたらかっこいいと思うんですよ。だから革靴とかだとなんかラフに行きたいのか、でも最後締めくくってるかちょっとこうカッコつけたいのか、どっちなんだろうみたいな、今半端っちゃ半端なんですけれど、サンダルとかまあローテック系のスニーカーとかで合わせても可愛いコーディネートだと思います。だからこういう人古着屋で働いてそうな感じしてますよね。なんかこの自然な感じだけどちょっとおしゃれしてるみたいな、そういうラフな雰囲気もおすすめしたいなっていうことでこのコーディネートを最後持ってきました。ベージュのスラックスコーディネート簡単だったんで、皆さんぜひ挑戦してください。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回このねベージュのスラックス1本を使ってコーディネートを着回して紹介してみました。過去にね何回もこのベージュのパンツは使い回ししやすいからおすすめっていう話はねしてきたんですけれども、今回改めてね夏仕様のコーディネートは確かにしてなかったかもしれないなって思って、今店頭でもかなり人気でね売れてますっていうアイテムって、やっぱこの古着屋でやってるこの YouTube だから言えることじゃないですか。いろんなファッション YouTuber の方いると思うんですけど、今リアルでいろんな方がお買い求めしてるアイテムっていうのをリアルで知ってるのは僕たちの方が絶対にプロなので、そこをね皆さんにねシェアしたいなっていうことで今回動画を撮ってみました。売れていますし、すでに持っている方はね今回のコーディネートよかったら参考にしてみてください。それでは皆さん次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!